じゃあこっちの端のやついっちゃいますか。これもねちょっとね袋が個別になってるんで、スタッフ総出で開けちゃいたいと思います。はい、ということで開けてもらいました。これなぜかこれが入ってたな。はい、これがねセブンイレブンさんでなんかパンとかおにぎりを買うとなんかもらえるみたいなポケモンの何かです。それがなぜか入ってました。そしてじゃあこの辺りからちょっと見てみます。あ、ここすげえマジでこればっか購入してんな。ジョイコン、これも、まあ、2個セットだとだいたい6000円ぐらいなのかな。ここにありがとうございましたみたいな感じが入ってます。そして、あ、次これね。これちょっと待って、これ開けてもらったからこうなってたんだけど、お買い上げ表ベビーワセリン 10g、235円が3個で705円。これどこ、ヨドバシさんかな。これはねメイクさんとかも結構持ってたりしますね。それと、まあ、結構いいやつですね。メイクさんが持ってるやつだと綿棒にこれをつけてつけますね。まあもちろんいろんな人をやるわけなんで、という感じで結構メイクさんが持ったやつですね。まあ僕も結構愛用しております。そしてまあこれ、これもヨドバシさんって書いてありますから、無添加リップベビーワセリン、そしてセロテープ、日用品書いた話ですけどね。これはねまあヨドバシさんってこれ全部送料無料なんですよね。でなんかセールとかあるとやっぱ購入するということですね。で次これもヨドバシさん無添加リップベビーワセリンですね。あ、これも結構好きなやつ、カウブランドのボディーソープ。これが無添加リップが230円でこれが450円とかですよね。でこれもヨドバシカメラさんって書いてあるんで、これがベビーワセリンですね。これね、だから何個買ったの、6個買ってますね。あ、今俺も持ってますよ。実際今ポケットから出すんですけど使ってるんですね。っていう、まあ本当に愛用してます。これもヨドバシカメラさんなんで、これもまたこれかボディーソープね。2個目ね、ベビーワセリンが235円でしょ。そしてボディーソープがいくら、ボディーソープが431円、ベビーワセリンが235円。そして最後1個箱、これなんだろう、こんなん注文したっけ、これ何、これマジで、ああこれか、ビビった、何これ、なんか絶対注文してないなっていうものが入ったんですよ。なんだと思ったんですけど、東京芸能人国民健康保険組合から配られたものですね。これなんだ、とにかく、まあ、マスクとか、なんか、おのおの何が入ってるかというのは、おのおのこれを見て確認していただければと思います。はい、組合の皆さんへということで。じゃあ一応、じゃあそして何が入ってるかということなんですけど、マスク、そしてこれ何？冷却ジェルシート。あ、でも結構いいんじゃないですか、これマジで。これただでも、ただでっていうか、組合で、まあ、毎月会費払ってるんですけど、こういうものが、もらえるということですね。お得ですね、これね。まあ、お得かどうかっていう話だ。でも、健康保険入っててもね、こういうのないですもんね。ということで、お得と言っても過言ではないですね。じゃあ次に、この、あたりいきますか。これもパッと、いっちゃいますよ。じゃあ、これ、どんどん開けていっちゃいますね。あ、これね。これはまあ必要なもんです。梱包材があって、はい、ハードディスクですね。これは4テラ ?4 テラですね。4テラバイト。これがまあ1万円ぐらいということですね。あ、9000円ぐらいか。まあ厳密には。上新さんで購入してますね。あとジェルマット。これ多分そうだよな。これなんかセルスターさんのやつ貼り付けるやつ。これがまあ500円ぐらい。なんかなぜか500円ぐらい。まあ純正だから高いのかわかんないですけど。これが500円ぐらいで、こっちが9000円ぐらいですね。4テラバイト。両面テープ、セルスターさんの純正のやつ。車を変えたんで貼り付け直すやつってことです。あ、梱包材が違う。さっきの梱包材はこれだったんでね。このなんか目が細かい梱包材ですね。ここに入ってるのはこちら。ハードディスクですね。これ2個目ですね。これやっぱ9000円ぐらい。これ何かっていうと、このヤフーショッピングさんで、まあなんかお得なセールをしてたということですね。ポイント還元がすごかったのかな。そしてもう一個、はい、ここから出てくるのは、まあ、明細がありつつハードディスクで、あ、このマットがあって、ハードディスクは3個購入したということですね。このハードディスクね、4テラ3個ってことは12テラか。なかなかなもんですよね、これね。これはね、なぜかというと、そのやっぱ動画を撮ったものを 4K 撮ってるんですよ、基本的には。それを全部保管すると結構いっぱいになりやすいんで、予備みたいなね。まあでも1年は多分大丈夫と思うんですけど、で連続で購入しました。そして次これですね、カウモールって書いてありますね。これが3000ちょい、
裸ストレートストロン裸ストレートストロン、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 裸っていうのはあの袋が入ってるか入ってないってやつですね。裸ストレートストロン、これ何本あるんだ、1000、2000、3000本ってことですね。ちょっと見てみますよ。これはね、ちょっと厳選して選んでるんですよ。このストローもね、こだわりがあるんでね。アートナップさんの国産のストローを選んでるんですよ。まあこれは黒っすね。まあいろんな色があります。透明とか緑とか。というアートナップさんの裸ストレートストローですね。この3000本で3000ちょいですね。これはね、飲み物を吸うんですよ。あと、これちょっと何をかっていうと、その、小祝さんのヨーグルトってあるんですよ。生乳 100% の飲むヨーグルトってあるんですよね。それが小さいやつだと130円ぐらいするんですよ。大きいやつ 400g ぐらいのやつは普通吸わないんですよね。スプーンで食うんですけど、それを吸う方がお得なんですよ。その用のストローですね。大きいやつを吸いたいんですよ、小祝さんのやつね。メインがそれですね。というヨーグルトを吸う用のストローでしたね、僕の中では。で、国産のやつを選んでると。はい、それではこの駿河屋さんの箱2個と、あとこっちなんですけど、まずこれか、タミツです。この付箋があるんで、ハムスターさんでもらったやつです。そして、これね、マリオネクタイ。これはどこで買ったんだっけな、なんかあのロフトか、ロフトの還元セールがあってロフトで買ったですね。一応この買い、購入価格は2000ちょっと。これ本来はこのボックスに入ってるんですよ。このボックスは1個しかないとか言われて、まあまあ1個はなしで買ったんですけど、これこう入ってるんですよね。で、2個買ったってことですね、このネクタイはね。これは裏が、まあマリオがここにワンポイント映ってるのと、で、裏が、まあ、コインになってると。そして、こっちのやつは、結構何種類もあるんですよね、これ、マジで。ここのところがブロックになってると。で、あと、ここに、キャラクターが、うっすら映ってるというわけですね。で、あとこれね、サンキューシズラー。まあ、ゆいちゃんっていうのかな。で、これは、シズラーに行った時に、この、最後、この飴と一緒にこう置かれてくるんですよね。という感じですね。シズラはまあ美味しい、まあステーキとかがメインの、あとサラダバーがメインの店か。で、あとなんですけど、これが超細かい購入したものなんで、やっぱスタッフさん総出で開けちゃいますか。はい、じゃあ総出で開けていただきました。それではまずこれから、これは定期以外510円で送られてきたものなんですけど、これがね、そう、事務所に送られてきたのとは別に、同じ方だと思うんですけど、福岡の方で、これは事務所ともう一個保管場所のところに送られてきたものが、まあ、やっぱり転送されてきたものです。はい、スーパーミコのスペースバズーカの箱付きですね。これ意外と綺麗っちゃ綺麗ですね。まあ、これ、スペースバズーカあんまやる人はいなかったと思うんでね。スコープ専用のゲームなんで。まあ、なんで、綺麗なことが多いものではあるんですけど。箱付き。これ綺麗めなやつですね。はい。そして、マリオオープンゴルフ。切なしですね、これはね。箱もいたんで、マリオオープンゴルフ、これは開けづらいやつですね。爪が折れやすいやつ。そして、あ、サンリオカーニバルの箱付き、これが一番僕的には嬉しかったかな。このサンリオ系のやつも結構種類が出てて、なかなかなかったりするんですよね。という、あ、ちょっと待って、3本だったんですけど、このなんか手紙的なものがここにありましたね。ちょっとこれも見てみますか。藤田さんへプレゼントです。今年1年ありがとうございました。いや、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。サンリオカーニバルの箱付きが一番嬉しかったです。ありがとうございます。といういただき物でした。そしてこちら、あ、サイコドリーム、これは2980円でしたね。これなんかさっきもあったんです、このエムズさんというところから結構購入してます。そして、こちらが定芸が250円で届いている珍しい形なんですけど、あ、これね、これはヤフオクで購入したやつですね。これはなんか珍しいっていうかね、珍しかったんですよ。よいしょ。これね、S サイズなんですよ。S サイズ僕は着れないんですけど、これ珍しかったんで、デランジェ T シャツですね。まあ、僕、ジャケットの中ではデランジェが一番いっぱい同じものを買ったかもしれないですね。CD とかなんですけど、これ2014年ちょっと新しいんですけど、デランジェが活動したのは1988年とか、その前とかなんで、この、ね、やっぱバシリスクっていうジャケットが、このなんか、建物が倒壊して、このなんか十字架みたいになってるようなやつを、まあ、今度ね、僕の部屋の写真が出てきたら、そういうのがすげえ飾ってる。だから、デランジェのバシリスクという CD がすげえ壁一面に飾ってるみたいな部屋だったんですけど、そういうのもね、もし出てきたら見ていただきたいと思います。というね、デランジェ T シャツ。これはいくら800円とかでしたね。貴重なんですけど、S なんで。多分これ、女性の方でしょうね、S だから。そして、
あ、これか。MSX か。MSX の5本セット。サンキューって書いてありますね。これやっぱメルカリとかで購入したんですけど、やっぱこういう定型文みたいなシールとかを用意して貼っていく人が多いんですね、やっぱね。ワンパクアスレチックと、なんだっけ、スキーコマンドと、増設カートリッジと、タケルのギャラガが入ってるって書いてある。お絵かきソフトガラクタか。という MSX の5本でした。これいくらだっけな ?3000 とかですね。そしてこちら。あ、来ましたね。モノポリーゲーム2。あ、1と2か。珍しい梱包。なんすかね、この段ボール。プチプチとかじゃなくて段ボールに梱包するって珍しい。これ僕はゲームのモノポリの中で一番やったやつがスーファミのモノポリ、ザ・モノポリーゲーム2ですね。クイズとか、スロットとかもある珍しいやつなんですけど。で、1はそのコンピューターがあまりにも弱いんですけど、こっちの方が若干強かったかなっていう。モノポリーゲーム2はやりましたもんね。なんかそれで5分ゲーム紹介みたいなやつやって、誰かを破産させるまでやりましたもんね、これね。というザ・モノポリーゲーム2と1のセット。これは1500円か2000円くらい。そして、これなんですよ。これ超やばいですよ、マジで。やばいんだけど、梱包もなんかやばかった、すごく。これは何なのかって話なんですけど、これやばいですよ、マジで。まあ、とにかく、まあ、やばいのは、まず、梱包がね、トイレットペーパーの芯で梱包されてるんですよ、まず。これはなかなかなもんじゃないですか。っていう一歩のソフトなんですけど、これトイレットペーパーの芯って、なんか、フリマサイトで売れましたとか言うけど、トイレットペーパーの芯って、人んちが出たもの触るのも結構僕は嫌なタイプなんですけど、それは置いといて、これ超やばいですよ、マジで。1000円で購入したんですけど、一般的には10万、20万するものなんですよ。これマジな話ですよ。まあ、ちょっとこのシーンは置いといてね。来ました、トップライダーメッツバージョン来ました、ついに来ました。僕は持ってなかったやつですね。トップライダーメッツバージョンが来ました。1000円で購入したんですよ。これラクマさんなんですけど、いや、こんなことありえるの偽物じゃないのって話なんですけど、本物なんですよ。これはね、偽物出回ってないし、そもそものやつに、こう、シールが上から貼られてるんですよ、そもそも本物が。若干これ始めれば分かるんですけど、トップライダーのラベルの上に、このメッツのやつが貼られてるってことですね。トップライダーって書いてあったら、見向きもしないじゃないですか。で、ジャケットの瞬間、この横になってるのがメッツバージョンなんですよね。それが見えた瞬間、これはもう、こういうのだと。で、こんだけお得なものって普通一瞬でなくなるんだけど、なぜかしばらくあったってことですね。ということで、多分フリマサイトだと一番がメルカリさんだと思うんですけど、ラクマさんっていうのも意外に、まあ穴ではないかと僕は思ってるんですけど、いかがでしょうか。これ多分、お得なものってなかなか一瞬で、もう24時間付きっきりで仕事としてお得なものを探してる人もいるから、普通は買えないんですよ。だから、一番お得だったんじゃないですかね。僕が買ったものの中でね。というメッツバージョンですね。これです。メッツになってますね、このバイクの。普通はこの正面向いてるライダーの写真なんですね。という、ありがとうございます。もう本当に、もうトイレットペーパー梱包なんですけど、でも本当に嬉しかったです。ありがとうございます。これ持ってなかったんでね。これはやっぱり、ここにしまうんじゃないでしょうかね。そして、あ、これはまあ、ベタに貴重なやつですね。ラフ。これ箱説なしで、まあ、5000円ぐらいで購入したやつです。あ、さらにあれなんですよ。その、ラクマさんだと楽天カード使うと、まあ、10% 還元とかっていうのはもう本当に毎週のようにやってたりするんで。っていう感じで、これもラクマさんです。という、開封してもらった細かいものでしたね。富士。この動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、お願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。富士。